お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、相手の方が何だろう、これはなんか中飛車の可能性もあるのかね。だったらミノの方が良かったな。まあしゃあないか。ん、なんか袖飛車っぽいな。わからん、金上がっとこう。あー、いや違うわ。じゃあ違うな。袖飛車の可能性は大いにあるんだけど、なんか雁木の可能性、雁木じゃない、なんだっけ、あ、そっか、袖飛車の可能性は全然あるのか。まあまあ、歩突いて。で、歩突いて、桂跳ねの落ちを作ってます。歩交換、角で歩交換してきたときに、うん、まあそれは銀上がっといて。まあ角ぶつけは嫌なんで5筋はついてきますか。で桂跳ねといて、まあ飛車引くか、右玉含みで。で歩ついて、銀上がって、まあ、玉どっちに行くか問題っすよね。で、あの角は、まあ、睨んでるんだけど、なんていうのかな。攻めの銀、攻めの角のポジションではないような気がするんですよね。まあまあ、そこもついといて。ああ、交換してくるんだ。まあ、角で取って、同歩で、で、歩打って、まあ、角交換してるんで、ここかな。銀が5筋上がってきたら、桂ジャンプしちゃうぞ。まあ、だから、桂馬ジャンプされんように、そうやってやるよね。角いなくなったんで、一回こうやって囲っとくか。うん、金矢倉にね、組み替えてきたね。まあ、囲っといて。ほう、それは大丈夫なのかい？これ、歩が取れんでしょう。だよね、取れないからそうやってかわしてくるんだけど、そうね、次歩と垂れ歩よりも歩でくらい取ってしまって馬作っちゃう、馬作る、袖飛車に来る馬作る、歩交換してみたいな。
果一歩持ってるから追い返すこともできるんだよね。まあでも追い返さんでもいいのかな。角作ってみるか。で一回捨てといて打って、へえそっちなんだ。7分。じゃあ飛車先の歩交換させてもらって、取って端に角打って端に避けて金が来て飛車引いて、大丈夫、これは大丈夫だった気がするんだけど、まあ端に角打ちたいんですよね。避けて、でこの時に金で取りに来たら1個下がればいいし、角を歩で支えたらどうするんだろう。次こそ銀取るぞって言われるんだけど、ひょえー、これ香車に紐付けに来たんか。なんか部分的には右から3番目の歩を突くとかやりたいよね。でも金が次上がってきたら1個引けばいいか。まあ銀取りですよって言われてるわけね。これぶっちする手あるんかな。いや悩ましいね。か打ちたいところに打つ意味で歩垂らす。歩垂らしたらどうするんでしょうね。ちょっと歩垂らしてみよっか。まあお互いに飛車と角がすごいところにいますね。まあこれ次に桂ジャンプしたら角が取れそうみたいな話なんだけど、まあ飛車渡しても今大丈夫だよね。そうそう合わせてくれたらちょっと気になったけど、気になったけど、例えば歩があるから、例えば玉頭方面で歩突くとどうすんの。歩突いて同銀なら銀が死ぬでしょ。歩突いて同桂でも桂が死ぬよね。いやー角はいつでもいいやって話ならって感じかな。銀が浮いてるのが気になるんだけど、分からん。同桂なら桂が死ぬ、桂が歩で死ぬ。同銀でも銀が死ぬと思ってるんだけど、もう一歩欲しいから
玉頭の歩は取り込んでくべきかなっていうのを今気がついた。この時にまあ同飛車なんでしょうね。で、まあ、やっぱりこうかな。こうまた同銀なら歩切れになるのは嫌だから、まあ、桂打とうかなと思ったら下がってきましたね。これはどうしようかね。まあなんとなしに、なんか角は打っときたい感じがするよな。この辺に角打ってさ、あなたはどこに玉行くのっていう。うわ飛車打ってきた。それは気合い入っとんね。あの飛車動けんのでしょ。桂の活用をしたいから、いやこれ角のポジションを確立した方がいいのか。3いや普通にこうか。まあ飛車が取れた感情にはなるからね。まあ取り込んで爆弾作っておく手は全然あるよね。取り込んで引いて、軽ジャンプが楽しみ。まあそれは別になんでもない。まあ軽ジャンプかな。一回2分30秒で、あの飛車はいつでも取れるから、はい、ありました。ウィン。はい、いかがでしょうか。今回ね、雁木の戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。